アーセナルもあんな強さになるまで3年かかったって言ってる人いたんですけど、バルサがチームとして完成するのに3年待たないといけないと思いますかアーセナルの場合、戦力が足りないじゃないですか。まず不満分子になるような、ちょっとね、スターの人をうまく転がしながら、でもそれでも規律守れない人は放出して、で、若手が伸びるのを待って、そこにピンポイントで補強してってっていうのするでしょ。バルサの場合は、あれ取ってこれ取ってみたいな。デヨング残してレバンドスキー取ってみたいな。デンベルはね、覚醒させたと思うけどね。 ペドリガミも伸びてきて、ケシエも来てみたいなだから。ある程度同じ補強してもらったら、もっと復活早かったと思いますよ。でも、チャビが揃えてもらった戦力って言ったら、うん、アーセナルだったらそれこそ3年かかって揃えてもらう戦力だと思うから、それはちょっと、なんていうのチャビを守りたい気持ちが強すぎて、フラットに見られてないと思いますね。結構僕の場合は、チャビを手放しに称賛とかしないですから、 うん、チャビアンチみたいな思ってる人もいるかもしれないけど、デンベレを育てられたのはチャビだけですからね、あんな状況から。でだからこういう時に、チャビだとダメだ、チャビでこのままでいいと。二元論じゃなくて、そう、ここはチャビのいいとこ。でもここは悪いとこだがここ直せないんだったらずっとこうなるよとか、そういう風に。まあでもみんなが冷静に考えられたら僕ご飯食べれなくなっちゃうんで。<laughs> まあこの感じなんですかね。チャビが今期限りでカニの場合は、今の戦力的に誰が敵いいんですか えー、敵人は、あのー、僕がおすすめするのはトゥヘルですね。あと、ジャビの成長は、あの、感じる部分もありますよ。開幕戦に比べてさ、あの、サイドバックを、しぼ、あの、張らせすぎたりしなかったり、今回もファイブバックに対して、一応、シックストップみたいにして、数的優位になるようにみたいな。ただ、やっぱり、そっから先の横に揺さぶる攻撃だったり、守備のリスク管理とか、そういう、複合的にうまくいくとこまで、戦術を突き詰められなかったというか、落とし込めなかった、 あとは、まあ、チャビがしてたコメントもそうだけど、前半は良かったって言ったけど、前半さ、うまくいった攻撃、あの、得点したやつあったけど、結局はサイドでの2対1さ、セルジオベルトが行ったとこあるじゃん。あのシーンを再現性高く繰り返したかったじゃん。振って振って、相手のウィングバック孤立させて、そこの2対1作ってみた。その形を作れなくて、本当決めた方のサイドで、インテルが人数かけてるところを無理やり行くとか、左なんてデンベレが高いと取りすぎて、とか、あれで前半素晴らしかったって言ってたから。 そういうところはちょっと、まあ、厳しいんだろうなって思ったりしますね。ただ、これまあ、最初から言ってるけど、育成型のいい監督なじゃない、だってもう、いつも言うけど、デンベレを、あの、選手にできるのは、世界で僕、まあ、実績残してるのかっていうことだけど、チャビだけだと思いますね。で、あとは、フェラントーレスもエリック・ガルシアも、前より良くなってますね。ただ、まあ、やっぱり、それだけで勝てないっていう、やっぱり、 あのレベルになると本当、実力的に僅差だったりするから、まあそういう戦術面の修正だったりとか、戦略的なこの積み上げ方とか、名称までは言えないけど、いいところがある監督っていう感じの、まあ、言い方になりますね。これ、あんま言うとさ、チャビかわいそうなんだけど、でもまあ僕が言わなくてもみんな気づいてると思いますけど、マジで、チャビバルさ、 今、ヨーロッパ1位選手層厚い可能性ありますからね。3人センターバック怪我に出てんのに、ピケ後から出てくるとか、ブスケツ下げて、あのデヨング出てくるとかさ。ウィング、デンベレとか、ね、ラビーニャやられたファティ出てくるんだよ。この選手層でさそう、まだ足りないって言ってんの。だから、チャビーもうちょっとやってくんねえかなっていう、なんかそれはそれで、なんかね、なんかアンチチャビみたいに思われても嫌だから。 だから、まあ、バルサは、もうチャビはこのワンシーズンはや,れやらせるだろうなと僕は思ってるんですけど、ただ CL で勝ち進むの前提の資産の売り方してるとか、チャビの戦術はその試合によってはまんなさ違いますね。サイドバック払らせっぱで、えー、効果的なビルドアップできない、えー、突破できるウイングよりもただ幅取るだけになるサイドバックに幅取らせるとか、今日だったら5バック相手に揺さぶれずにずっと。 まあ、ウイングの個人突破だったりその片方のサイドで攻め切ろうとするとか。